皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンカフェミックスやっていきましょう。7月の8アップデがちょこっと入りました。ヒバニーのイベントチャレンジが開始されました。私今現在ヒバニースタッフにしてるので1個達成です。で、あのヒバニーチャレンジまだ1しかないんですけど、何個あるのかちょっとわからないんですが、進めていきたいなと思います。7月の15日17時59分までになってます。で、ヒバニーの出現もその時間までなので、マックスまで楽しもうと思っています。で、前回の動画から結構進んでるかなとは思うんですが、ここから進めてまたやっていきましょう。では、トゲピーがもうちょっとです。なんか噛む。では、行ってみましょう。困った、ピカチュウ。で、上だけというか、脇の上だけ？落としたいな。トマト落ちないかな？トマト落としたい。すると多分スキルが溜まるから、ナッツをここで全部消す。はい、じゃあトマトのためにがあ、ナッツ2個残ってるね。まあいいか、スキル多分溜まると思うからそれで消していきましょう。こんなトマトをなんとかして、で落としてきた。来た。ナッツを消したいよね。これでナッツが消える。で、残りトマトが3と、スコアは多分なんとかなるから、トマトをなんとかしよう。トマト位置が悪いな。で、真下に入ってくんないかな。トマト消したいんだけど入んない。あ、来た。トマト。あと2だね。これでトマト使えるでしょ。で、このトマトを上に上げていきたいんだけど落ちないかな。あと1。え、トマト入れ入れ。来たー。ギリギリギリでした。多分やり方もっと綺麗な方法があると思うんですけど、私ギリになっちゃいましたね。これでトフピー残り1。もうちょいなんだけどな。オーダー90なんで贈り物オープン。おー、また増えました。さて次のお客さんはヒバニーが待ってる。ゴンベだ。あと2なんですよ。あとに、さっき1回ね失敗しちゃったから、あと4個ライフになっちゃってるんで、ここは失敗せず一発クリアしたい。野菜がいっぱいでオイルと、野菜30だけなんだ。じゃあなんて言ったらいいんだろう。これ今オイルがあるから野菜が今飛ぶんだよね。ふわふわしちゃってるから1列とかにすると楽だと思う。で、こうやって置こう。あと2個か。これでいいんじゃない。位置は悪いけど良さげですよね。で、下なんとかしたいな。キスがいい。はい、なんとなくやっちゃいましたが、通るかな。いや、うわー、ね、ラス3なんですけど、これ1列使うべきでしょう。あと7、あと7ならいけそうだよね。よ、あと2。でもスコアが悪いね。
スコアどうしよう。最後の1回にちょっとスコアをかけるっていうことにして、これでなんとかなるかな。どうだ、スコアが足りないのは嫌。足りた、ギリギリギリすぎる。位置ずらした方が良かったのかもしれないですね。で、2個でコンペが、やっとやっとやっと来てくれた。ずっとね、来なかったので、コンペがね、得意なスキル使いたいやつに使えなかったんですよ。めっちゃ嬉しいし、かわいい。コンペスタッフか。で、メニューも増えます。キャラメルポット、これロコンかな。なんかロコンみたいな感じがするけど、違う？これでヒバニーが来るんじゃない？ほら、ヒバニーもスタッフ化にはなってますけど、仲良し度を上げたいよね。あと15も必要なの？じゃあ行ってみましょう。15必要か、大変だな。このキャラメルはどんどん増えていく。隣でマッチさせるか、スキルを当てよう。なんかちょっと蜂蜜みたいな感じなのかな。何がいいかな、使うの。プリンが多いよね、多分。これ全部この辺を消したいな。2個消しました。次。次？消えなかったですね。不思議だ。種で挟む。よし、残り3個。うわ、1個も消えない。やばい、めっちゃ増えた。どうしよう。めちゃめちゃ増えてる。2。下手くそだな下手くそだね。コロコロいっちゃいますね。動かないわけじゃないのか。じゃあ1個消して、これで消そう。もうしょうがないよね。もうちょっと早くできる予定だったんだけどな。予定だったんだけどな。やっぱりロコンですね。これはキャラメル、ロコンのキャラメルパフェとかですかね。ちょっと料理の種類増えたの見てみましょう。なんて名前なんだろう。結構ね、見てなかったんだよね。最初が EV カフェだって。で、ドレディアフローラルティー、 EV パンケーキ、ダグトリオさんと、ミミロプのナッティフラッペ、ワンパチのかくれんぼボロネーゼ、これね、美味しそうだよね。で、次がミツハニーのハチミツワッフル、ひともしのマシュマロココア、木狼のもっちりチーズピザ、かわいいよねこれ。パチリス、あ、これパチリスなんだ。カビゴンだと思ってたパチリスのパチパチフロート、パチリスなんだね。そしてピリピリピカチュウカレー、チルットのふわふわかき氷で、今回増えたのがロコの焦がしキャラメルサンデー。違った、パフェじゃなくてサンデーでしたサンデーだったよ。これなんかカテゴリー別とかっていうのも並べられるんだよね、こうやって。まあデフォルトにしておきましょう。いやー、ポケモンリストもね、増えましたね。この位置のコンベが仲間になりました。スキルは周囲を消し、さらにメガホンに変換して発動させるそうです。で、まだ仲間になってないのがいっぱいある感じです。今来てくれてるけど、5種類が仲間になってないので、頑張らないとですよね。もうちょっとなのはアママイコ、あとはもうしょうがない感じになってるでは続
詰めていきましょう。ムックル残り4。うわなんか微妙な位置に入ってる。これはまた微妙な位置だね。とりあえず角砂糖14個を先に消さないとキャラメルに到達しないので、縦でこう、ここ全部キャラメルになるんじゃないかな、これなんかそんな感じがするよね。ほら全部キャラメルになっちゃう。どうやって消すの。これいける、入れる。一回これで消してなのかな。とりあえずキャラメルはくるって巻いたら何個か消えるから巻きながらやります。こっち側消えた。残りが6。6が難しい。じゃあ消さなきゃいけない。急がなきゃ。あ、一番下残っちゃった。まあいいか。で、数が多そうなのは危ないね、トゲピーかな。巻く。よし、残り1。あと3手だよ、どうする。これで2個は消えるけど、角砂糖は消えないから、これでなんとかしよう。もう、いい、ゼロになっちゃうけど。できる方にしました。しょうがないね。追加の、なんだっけ、どんぐりは、もらえなかったけど、通常50はもらえたからいいことにします。じゃあ、不思議だね。トゲピーか人影なのか。じゃあトゲピーで行ってみよう。オーダー93。キルリアにしてなんか落とす。あと3個か。トゲピー、あ、落ちない。2個余っちゃいましたね。そうだ、余ってない。進めていきたいと思います。それではまた、 See you!